ください。さあ、それでいきましょうか。せーの、僕ら全力少年隊、レンニーブルー、モンキーレンチ、はい、平凡パンチ、平凡パンチじゃねえよ平凡バイクやったわ、はい、さあ、メッセージいただいてます。ご紹介しましょう、はい、本郷南方しんじさん、ありがとうございます。テケテレ金曜メンバーの浜城さん、浜城さん、鈴木さん、はい、貴婦人さん、チキンナンバーのトラミさん、はい、オババーズの佐藤さん、いや違うわ、オバじゃないわ、その他の皆さんこんばんは。あとね、全力少年隊のタケノコの公演、はい、早く見たいです。ありがとうございます。あまりにも仲が悪そうな3人の喧嘩が見たいですと今日もガチでやってるかもしれません。VTR どうぞ。Thank you。さあ、今回はですね、この新鮮なタケノコではないとできない食べ方してみたいと思います。テーマお願いします。せーの、春を食べよう2。はい、はい、実はですね、はい、このタケノコ、まあ通常は湯がいて、まあアク抜きをしていただくじゃないですか、はい、このタケノコ、今掘ってまだ1時間経ってるか経っていないので、はい、なんと、そのまんま、火に入れて、焼いて、食べることができると。湯じゃありませんか、これアク抜きしなくていいと。はらー、美味しいですかね。どうですかね。醤油つけなくてもってことですまあ、あの生の刺身の時はね、醤油がまた効きましたからね。まあ、両方食べてみてと、ね、はい、さあ、じゃあこれ実際にアク抜きをせず、火に入れて美味しく食べられるのかどうか、やってみます。喉乾いたね。そうですね。ね、あ、なんか喉乾いたな。1時間飲んでねえもんね。じゃあちょっと待っててもらっていいですか。うん、水飲みたいでしょ。水です、はい、はい、なんかあると買ってきたんかな。ずっさん、おい、オップ作ってきましたよ。すげえ。いや、なんで俺のだけ小さいってちょい待てや。じゃあ山本さんの竹林に乾杯。乾杯。おい、いや少ねえなこれ。うわ、これうまいかも。ああ、タケノコすごい香りするよね。だからカッポ酒ってあるじゃないですか、はい、これカッポ水ですから。カッポ水、ちっちゃ、ほい、掘って、はい、1時間以上経つと、はい、えぐみが増すんだって。ほう、だから焼く時も、もう、はい、掘ったやつをすぐ焼いた方がいい。なるほど。じゃあなんで今だったんですか。いや、もう今行くよこれ。ちなみに早く早く、ちょっと待って、はよ船長、着火剤。トラミ君のちなみにこの割り箸はどうしたんですか、はい、これはバイト先で貯めてるやつです。はい、僕が個人的に。皆さんが使った後の割り箸を再利用です。はい、あの、あらかじめこうやって火がつきやすいようにしとくといいんですよ。それ何つけてるんですか。え、何を。あ、これ切っとくと火がつきやすいんですよ。あ、咲いてるんですね。はい、すごいね、割り箸。割り箸すごい。おお、トナミ、いつの間に作ったと。それみんながペチャクチャ喋ってる間にどうやって作ったと。それこれも切って、穴開けただけです。ここにこのタケノコを、一つが丸焼き、なのでもう一つは湯がき、はい、あー、確かになんか、あー、美味しそうですね。アク取りでしたっけ、ね、塩茹でみたいな、言いますもんね。そうそう、トナミはこう、はい、鍋とかないんですか。この僕あの基本のやつしか持ってないんですよ。シラカップちっちゃ、はい、それちっちゃいな。基本のやつしか持ってない。ちっちゃいわ。なんか容器作ろうやじゃん、竹で。佐藤くん、はい、切り出そう。いや、俺っすか。え、いいんすか、人んちの山の竹切って。いや、もう山本さん違う。山本さん、切っていいんですか。え、ちょっと、え、ガチのやつってことっすか。マジで、うん。じゃあ、いきます。いや、硬えな。さあ、じゃあ、炭に火が入りましたので、はい、この、今、掘ったばかり、ま、うん、はい、投入。これ、だから様子見ながらやらんと焦げてしまいますよ。回してね、回して。うわ、昔々の人が言ってた言葉はこれ。タケノコキレキレ、タケノコキレキレ、タケノコキレキレ、タケノコ。
げるとキレキレってあ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 げるとキレキレもう一回ノコギリで切っていいですか。ちょっといいよ、俺やらしてこれ。はい、いくよ。一発やん。上叩きたい。下持ってこの原理。マジで面目ねえ。俺がやるって。俺がやるって。これをこっち、これでこうバーっていけば俺。俺がやるって。全部やる。せーの、うわあ！これ一発できますよ多分。やってみろじゃあ。うわあ！無理無理。はい！はい！はい！はい、もうできてない。ダメ。二人の番組になる。あれ？ほらできた。綺麗。すげえ見事。見事な器ができました。はい、これよし、それでいい。お、これいい。オッケー、もうそれでいこう。さあ、これで果たしてお湯が沸くのか。え、これいいか。こうやって沸くんすか、普通。これいいですか。これ入れますよ、じゃあ。湯沸き用です。え、そうでしょ。一個してラカップでやらん。やりますか。バーナー持ってきたかな。で、トランバーナーは？バーナー持ってきないんすよ。なんでそのカバン何が入っちゃったっけそれ。いろいろ入ってたんすけど。バーナーだけ。なんでカバンの悪口、俺の悪口は言ってもいいけどカバンの悪口は言うな。なんでや。おい、誰これしてるの？これね。これバランスですぞ。そんな言うと。逆に早いな。それバコンってなるんですか。もう最初からそれでよかったじゃねえっちゃろうかね。うん、これほら絶妙なこの。40分経ちました。うん、経ちました。経ちました。はい、いきますよ、火の通り具合。いきます。おお、いくいく。もういけるんじゃないですか。完璧に火通ってます。うわー。すげえ、すげえ。はい、うわうわ、すっごい綺麗に焼けてる。綺麗。さあ、じゃあタケノコ掘って1時間経っていないものでは実際いただきます。いただきます。あ、うめうまもうタケノコご飯にしたいっすわ。うん、香ばしさと新鮮さで、やっぱあのジューシーなんですよね。ちょっとすっごい美味しい。えぐみない、えぐみない、えぐみない、気にならないっす。えぐみも、はい、タケノコのこの取り立てを、うん、えぐみないね。おお。じゃあ続くさん、はい、もうこの湯がきの方もそろそろもう火も落ち着いたんでいいんじゃないかなと思います。開けますか。開けますよ。蓋を、せーの、オープン。おお、水がちょっと減ってる。湯がきというよりか蒸し、蒸し、あっち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 、沸騰レベルじゃないですか。茹でた、ほう、掘ったばかりのタケノコいただきます。あ、まだ硬い。あー、でもこれ、うわ、あー、これは結構、ちょっと、これは湯がきが足らんのかな。うん、これは、もうね、青臭さ、竹の味がする。はい、足りないんじゃないですか。弱いって。あー、火力が。あー、なるほどね。じゃあ、口直しに、コンソメスープあるんですけど。あー、いい。なになに、呼ばれたい、呼ばれたい。おー、コンソメスープに塩と胡椒とパセリとタケノコです。はいはいはい、あら、これコンソメがうまくない。いや、
ちょっと無理やわこれ。おお、大好きこれ。これいける、俺はいける。タケノコのなんだろう、煮込みみたいな感じだね、はい、コンソメ煮込み。コンソメ煮込み、はい、まあおすすめは時間も短いし、まあ、焼きですね。もうポンって入れるだけですからね、うん、いや旬の味覚いただきましたね、はい、皆さんも機会があったらこの春の旬の味覚タケノコ楽しんでみてください。山本さん本当ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ねえ、はい、ということでね、食べてきましたよ、本当にあの食べただけだったんですね2週はね、2週は食べただけ、はい、あの器いいじゃないですか、竹の大きい切り出したやつね、うん、何ですか。あ、お土産持って帰ってくればよかったですね。これは食べたんすよね、うん、食べたんすよね、あれごと食べないでしょ。あれ美味しかったんで、ああいうの持ってきてくれればもうすごいいいなと思いますよね、うんうん、あれでなんかご飯とか入ったら美味しいですね。あー、いいね。それ次やりましょうか。じゃあ、うん、え、次やりましょうか。それやります。いや大丈夫、大丈夫。ああいうの持ってきてほしいですね。あの段ボールで作った椅子とかあんなのいらない。いや全然いらない。ああいうのは確かに、ね、お土産が違うと。お土産が違います。ああいうの欲しいですよね。でもあの食べてる感じどうでした。食べてるか、いやいや、なんかあの全然僕食べてないですけど、うん、すごくあの味もなんか分かりますね、はい、あの噛んだ感じのあの音でガリッて言ったのがまず硬いなっていうのもありましたね。湯がきは佐藤君正直どうですか。そうですね、ちょっと惜しいことしましたよ ね、 ね、素材いいのに、うん、火力が弱いという、そうそうそう、こちら側のミスで、ね、うんうん、僕だったらもうちゃんとあのタケノコ使って、うん、あの料理をして2週分するかなって思って、ね、まあ、違うんですよね、うん、取ってすぐやるっていうのやったから今回は、はい、しょうがないですよそれは。タケノコで料理うまいの作ろうと思ったら、はい、ね、タケノコの炊き込みご飯とかもできたはずですよね。炊き込みご飯とかいいじゃないですか、ね、いいね、できるんですよ、やろうと思ったら、ね、でも料理は、ね、取ったばっかりのやつをすぐ調理する。うるさい、そうでも楽しそうですね。楽しそうでしたよ。ね、はい、まあ、あのやっぱ山本さんというね、うん、協力してくださった方がいらっしゃった、本当ありがとうございました。あの勝手に人の山に入ってね、やっダメとか取ったりしたらダメですからね、気をつけてくださいね、はい。皆さんも春の味覚食べてみてはいかがでしょうか。以上、全力少年隊のコーナーでした。さあ続いて CM の後は平の時間です。